歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが自身のブログを更新。この日、海老蔵さんはピアノの日と切り出し、麗華は弾くのが上手くなってきてまする、と記し、勸玄はなぜか曲を作るのが好きみたいです、と綴っていた。続いて今日は何本か撮影の日行ってきますと記し、頑張ってます、ぶっ通して撮影中ですと着物姿で撮影を続けた様子にて締めくくっていた。この投稿にファンからは、お着物での撮影頑張ってください。麗華ちゃん、勸玄くん、それぞれが楽しくできるのが一番です、と、たくさんのコメントが寄せられていた。